風が強いっす。やべえな。最初ね、サイトしようかなと思って来たんやけど、風の強さじゃ見えなさそうなんで、見えても見えなくてもやっていきます。バスに見えたけどな、一瞬っぽいやったか。そうやな。朝一やったら下流って感じやけど、昼ぐらいからやったら上流でバスが見えるイメージなんやけど、見えないならああいうちょっとしたハン、なんかカバーというかハングというか、あんなとこやろな。それが一番見えない原因今おると思うよね、絶対。ここ足場高いからね、マジ。このロングロッドブロー75ね、 MH プラス、これがね役立つんすよ。どこのフィールドでもやっぱり足場高かったりする場所があると思うんで、結構やっぱ長いロッド持ってた方が何かと有効活用できると思うんだけどな。普通のクリックとかでも全然これでやれるし、その短いからねいいっていう場所もあるかもしれないけど、この長さに慣れたらね、どんなとこでもね、いける。マジで。マジパワーもあるしさ。でも意外と軽いやつも投げれるんで、これ一本でね、どうにかなるんですよ、そういう時は。西から今太陽差してるけん逆なんよね。影が水面に入っちゃってバスにバレちゃうんよね。
昔はねこの辺めちゃくちゃ見えてたんやけど、今年は本当にないんだよね。目の前スッとやってもリアクションで食うかな。またうわリアクションで口使うんやけど口の中に入らんねや。深いとこに入る。よっしゃ。やった。ナイス。よっしゃ。もう。よっしゃ。リアクションで。でね、3、4回目の前をね。ただ巻きではね反応せんで一瞬ピュッとこう止めてフッと上げてやったら口をね 2,3 回使ってないけどなかなか食わんくてうろちょろうろちょろしているこいつを
リアクションでやってて、なんかねゴルターの近くにスーッと入ったんですよ。でその裏でポンと開けたらカバッと一発やったー、ナイス。40ちょいぐらいなんやけど、ね、最高バースデー。